皆さんこんにちは。赤月初歩学院の林田行慶です。今回は筆ペンでこれから年賀状の季節に入ってきます。だから年賀状に関するはがき絵を紹介します。この時期からやってるといざ出す時にはすごく上手になると思います。まず簡単なものから取り上げていきますので、最初の1ですね。1は今日は牛の絵から始めます。来年の干支は牛で、かのとの牛ですね。これを音読みでしたら親友というふうになるんですけど、それでは牛ですね、牛の絵から始めたいと思います。それでは来年の干支ですね、牛を描きます。赤、黄色、薄墨、黒、この4色で描きます。まず薄墨ですね。まず薄墨で顔の部分ですね、顔の部分をこう描いてもらう、寝かしてもらって筆の幅だけで結構です。体の部分、足ですね、前の足こう描いて、こっちは立てておいてもらって、後ろの足ですね、こういう具合に描くだけです。でここで尻尾を描きます。お腹ですね、お腹ちょっと超えるようにしておいてもらった方がいいです。角、ここに角を描いておきます。角を描かないと馬か牛か分かりませんので、その後ろに耳ですね、耳を描いていただく。次に黄色と赤ですね、黄色に赤をつけて角の部分、角の部分、あと蹄ですね、蹄の部分、蹄の部分、蹄の部分。次に黒ですね、黒を使ってもらって、少しだけね水つけてもらって、牛のここの模様ですね、これはそれぞれの模様で結構ですので、白と黒があったらいいです。目を描いてもらいます。目を描いてもらいます。鼻描いてもらう、鼻。それで口ですね。で角の部分は縁取ってもらって線を入れてもらう。で来年の干支の字ですね、来年は可能との牛になります。可能との牛の、まあ、正月ですから春節とでもしときましょう。これでおしまいですね。まあこの辺空いたところに本年もよろしくとかいろんなもの書いてもらったら結構です。それで最後に印ですね。印はちょっとここには押せないので、この顔のところに押したら具合悪いので、この下の方ですね、下の方に押しときましょう。これで完成です。